もっと聞いてね MBS。 河内長野でこの番組聞いている方はどれぐらいいらっしゃいますかね。まあイメージはありますね。大阪の南側にある市で大変広いところですよね。昭和29年に6つの町と村がくっついて合併して出来上がった市なんだそうですけれども、大阪の街中、都心からですと電車で30分ぐらいですねで着きます。南海電車に乗りましてね、行きましたね。最初特急みたいなのに乗ろうとしたら特急料金がいりますって言われて慌てて降りて、ほんで あれは区間急行って言うんですか、区急って書いてあったような気がするんですけど、か何かに乗りまして、鉄道ファンの皆さんもし間違ってたら教えてくださいね、か何かに乗りましてで行きましたよ。30分ぐらいでしたかね、難波から。でやっぱりこう電車でずっと走っていますと街の景色がだんだん変わってくるのが分かるんですよね。一軒一軒のお家の敷地が割とこうタイトな都会部というか都心部みたいなところからだん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 横幅が広がっていきまして、2階建てがだんだん平屋になっていってみたいなね、重厚な瓦屋根のお家がどん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 ってこう立ち始めると河内長野に到着っていうような感じでしたかね。今日は大変お天気が良くて、昼間ですと最高気温が13度ぐらいまで上がっていて、山あいのところなんですけど割と降りた瞬間あれあったかいなっていう感じがありましたね。でスタッフと合流しまして3人で河内長野の駅から市役所を目指して歩いてまいりました。そうしますとね、ものすごくね、駅からちょっと歩いただけで坂道が多いんですよ。まあ、起伏がねこうなだらかですけども激しいところで、大きいお家の並んでいる路地もこうゆっくり登っていたと思うと今度は下ってみたいなことがね繰り返しあったり、あとやっぱりこう高野山の影響でしょうかね、縁の行者を祀ったような祠があったりとかですね、あとなんかこうやっぱりこう高野山に何回行きました記念の石碑が建ってたりとか、そういうこう歴史とか仏教的なものを感じることができるですね、そういう景色が広がっていました。で住宅街からずっと歩いていって、そうですね、駅から20分ぐらいかけて歩いていきましたですかね。途中本当にこっちで合ってるのなんて言いながら、いや多分これだと思いますみたいな感じでずっと歩いていて、畑だなとか、なんかものすごく樹齢の長そうな、樹齢の、すごく立っているような、長いことここに生えてんだろうなっていうようなこう杉の木みたいなのがあったりとかして、すごいなあというふうに思ったり、多分昔はこの辺はやっぱり農村地帯だったんだろうなと思わせるような場所をですね通り抜けていきますとありました、市役所。これがですねむちゃくちゃ大きい、何階建てでしたかね、あれ7、8階建てもっとかな、ものすごくこう大きな、周りに8階建てぐらいでしたね。周りには柿の葉寿司のお店があったりとか、あとそうだな、なんかくら寿司があったりとか、あと なんだろうなあれ、なんか使ったやつを売る中古品を売るようなお店があったりとかするんですけど、そういうこう2階建てぐらいが十分かなっていうぐらいの駐車場も広い大きなお店がどんどんどんってある真ん中にズドンと大きなですね8階建てぐらいの大きな市役所が構えてあって、うわーすごいなと思って、で中入っていきましたら、なんかね、老人会じゃないですけども、こう高齢者のグループの人たちが何かイベントごとみたいなことをやっていたりですね、なんならレストランが横にくっついていたりとかですね、割とこう活況を呈しておりましてですね、賑やかなとこだったんですけど、そこの1階で迎えてくださったのが河内長野市の総合政策部広報校長課っていうね、広報、まあ広報は分かりますけど、校長というのは広く聞くというですから、広く外に広め、またよく人々の話を聞くという課があるんですね。広報校長課の広報係長の東さんという、まだ若い方でしたね、多分30代かなっていうぐらいの方でしたけど、この東さんが迎えてくださいまして、あどうぞどうぞと言ってくださいまして、で3階でしたかねに上がっていきますと、市長応接室ってのがあって、でそこの応接間、まあ立派なね、ちょっと雰囲気で言うとホテルみたいな雰囲気のある、
絨毯ふかふかみたいな、低めのソファーで革張りっていうね、どんだけ肘置き広いんだみたいな感じのソファーがこう置いてあって、でそこにどうぞお座りくださいって言われて、で、もう一人いらっしゃいまして、その方は総合政策部広報広聴課の課長の島田さんという方がね迎えてくださいました。で名刺交換をしておりましたら、一人バーンって飛び込んできた男性の方がいて、ああどうもって言って、私が名刺を取り出しましたら、あって言ってバーンってまた戻っていっちゃったんですよ、自分の部屋みたいなところに。でえと思って、なんだろうと思ってたら、まあ、多分名刺を持ってくるの忘れたっていうことだと思うんですけど、あすいません、うちの市長ですって言われて、島田と申しますって言って、島田さんが説明してくれて、あの全然親戚じゃないんですけど、あそうなんですか、あの日本一早い市長って言われてました、あのマラソンがすごくね早いんですよとか言って、あそうなんですかって言って、パパパッとこう本当に動きの機敏な方で、ちょっとこうスマートなね、方で、またすぐ戻ってこられて名刺を渡してくださいました。河内長野市市長と、島田智明さん迎えてくださいまして、で島田さんが、まあ、座って、で横に課長の島田さんが座って、でさらにその横に東さんが座って、でまあここからお話を聞いていくということになったんですが、この役場で GO 始まりまして、さまざまな自治体を回ってはきましたが、初めてその首長の方といいますかね、首長さんと言ったりしますけど、一番偉い人が迎えてくれました。大変嬉しかったですね、なんかこう自分たちの格が上がったような気分になりましたですけどね。というのがそのあれらしいんですよ、この河内長野市の市長さんは自らが広報マンとなって、いろんなところにどんどん自分の町のいいところを伝えていきたいという思いがすごく強いらしくて、でこういうメディアが来た時も対応するのが、まあ、ポリシーみたいなところがあるらしいんですよ。で私の中では、あこれ案外市長さんってそうやって言うけど、結構なんか質問突っ込んだとこ聞いていくと全然答えられない人いるのよねって思ってたんですよね、なんですけどこの島田さんは違いましたね。もう生まれも育ちも河内長野で、まあもちろん勉強のために京都の方に、京都大学ですかね、に行かれたりとか、海外でのお勉強もなさったりして、でまあ結局地元に帰ってきて自分の町を盛り上げるために今頑張ってるっていうようなことをおっしゃってたんですけど、の方ですから、やっぱりふるさと愛みたいなのが強いんでしょうね。で何がおすすめですかって聞きますと、もう次から次にボンボン出てくるんですよ。これとこれとこれとこれで、ここはこういう歴史があって、これはこういうものでって、でここにはこういう人がいて、この人がこれで、これが美味しいからこれ食べてっていうのがもう次から次に出てくるので、わすごいなと思って、今日もなんかね、先ほどあの写真一緒に撮って Facebook に載せてくださっているようですよ。我々の Twitter の方にもね、もちろん市長さんとの写真は載せているんですけど、正直あのどっちが市長か分かんないぐらいの感じになっているんですけど、私があの申し訳ないのノーネクタイで行ってしまったもんですから、ちょっとこう自治体の長官が出てしまってるんですけどもね、すごくあの何ですかね、機敏にいろんなことを教えてくださる方で、でいろいろお話を聞いてますと、やっぱりこの河内長野市は非常に広いと、府内で3番目に大きい市なんですというふうにおっしゃいましてね、109km² あるそうです。なんですがそのうちの7割ぐらい、3分の2以上が、緑に囲まれているといいますかね、山間地帯というんですかね、森が広がっているそうですよ。ですので昔は林業が盛ん、そしてまた、農業も盛んだったというふうにおっしゃっていましたね。まあ、難波から30分くらいで行けてしまうような場所ですから、昭和40年代にベッドタウンとしての開発が大変進んだと。ですから今もなんとか団地みたいな、なんとかの丘みたいな名前のこういう新しくできた住宅街らしいものがですね、たくさんこうブドウの房のようにしてこう広がってるんですね、街がね。まあ、なので一つ懸念としてあるのはやはり高齢化というか、もう高齢社会なんですね。高齢社会推進地域みたいなところもあるらしくて、かなり他の地域と比べても早い段階で、一気に、まあ、言ったら一つの世代がぐーっと増えてしまったもんですから、その人たちがそのまま年を重ねていって高齢化していると。なんですけど、まあ、何でしょうね、起伏が激しいからか環境がいいからか分かりませんけど、その高齢者の方々が皆さん元気で、結構市としてもそういう方々の力で
助けられてるみたいなことをおっしゃっていて、あそういえば最初入った時市役所の入り口にお年寄りの人たちがいっぱい集まってなんかイベントしてたなと思って、そうかと思って、お年寄り高齢者の方が元気な町なんだと思いましてね。で市長さんは若いんですよ、まだ49歳で、なんですけどね。でどこがいいですかって聞いたら、奥河内の黒麻呂の里に行ってくださいって言われて、なんじゃそらと。まず奥河内って何ですかって聞いたら、この河内の中でも河内長野の中でもちょっと奥まったところっていうんですかね、車で少し行ったところあたりを奥河内と呼んでいて、まあ、どこからどこまでが奥河内というわけではないんですけど、そこにある自然環境とか公園があったりとか、あるいはまあ農作業をしやすい環境とかで、まあ、緑に囲まれていて大変綺麗な景色が広がっているあたりを奥河内というふうに言っていて、でそのまあちょうど入り口ぐらいに当たるんでしょうね、あの辺がにですね、道の駅があるんですと。でここぜひ行ってほしいんです。でこれ黒麻呂の里っていうね名前がついてて、黒麻呂の里ってなんだろうなと。前ね、あの雪丸っていうね犬がいるっていう話をですね聞きましたから、そういうまた同じようなのがいるのかなと思ったら、そうじゃなくて、あの高向こうの黒麻呂っていうね、私も日本史の授業で高校の時に学んだような教科書に載ってたような気がするっていう高向こうの黒麻呂っていう人がいるんですけど、この人があのこの辺りの出身なんです。奥河内のこの黒麻呂の里の辺り、他校という高いに向かうとかで他校という地域の出身の方らしくて、でその人から名前を取って、これすごい人なんですよと。飛鳥時代に国の博士というお仕事をしていて、これは言ったらものすごく知識のある人っていうことですよね。で日本で最初の国費留学生なんだそうですよ。だから国が出しお金を出して、あなたは頭いいから海外で勉強してきて、それを、自分たちの日本の発展になんとか使わせてくださいねっていうことで行っといでっていうんで送り出したっていうね、まあ、そういう人らしくて、と。なので市長のこれは市長の思いとしては、この高向こうの黒麻呂がここから出たってやっぱりすごいことだから、あのこれをですねもっと利用するべきだっていうふうにおっしゃっていて、でそのじゃあどうするかっていうと、ここに郵便ポストを一つ設けまして、でこの郵便ポストの上には黒麻呂くんみたいなキャラクターが乗っかってるんですよ。でここからいろんな大学の入学試験を受ける願書を送れば、あの絶対合格するんじゃないかなっていう、そういうものを作ったらどうだっていうことを市長自らが発案して、でもうずっともうやりたいやりたいって言って、でも市役所の人たちもそうですねって言って、じゃあやりましょうって言って、頑張って、であの作ったらしいんですけどね。だからぜひここ行ってくださいって言われて、あそうなんだと思って、でここにはあの美味しいご飯が食べられる、そういうこうビュッフェのですね、まあ、バイキング形式のレストランがありますので、ここでぜひお昼ご飯食べてください。でまたあのケーキを売っている場所がありますので、ここでぜひあの季節の果物のタルトを食べてほしいんですと、ね、で今のこの時期だとイチゴがとにかく美味しくて、こうイチゴのタルトが美味しすぎて売れすぎてしまっていて、俺がこの間買いに行こうと思ったら、あのあるって聞いたら、あすみません売り切れましたって言われたって、市長でも買えないぐらい美味しいんだと、ね、いうふうにおっしゃって、でこれぜひ食べて、私電話しておきますんで、ちゃんと取っとくように言っときますんで、あそれはできるんだと思ったんですけどね、この間買えなかったけどそれを抑えられるのかと思って、まあ、びっくりしたんですけども、食べてくださいって言われて、あ分かりました、じゃあそれ行きましょうって言って、でまあ他にもいろいろと教えてくださったんですけど、まあ、とりあえずじゃあ行こうかということになりまして、でこの東さんというね最初迎えてくださった若い眼鏡かけた、すごく私の変ですが好青年という感じの、こんな役場の方職員さんの鏡だなみたいな感じの人なんですけど、この人が車を用意してくださいまして、でもう島田課長もですね、まあ、どうぞこちらこちらみたいな感じで車に乗せていただいて、我々もこんなにっていうね、いいのに別にみたいな感じで、そんなしてもらわなくてもみたいな感じで、まあ、でもすみませんなんて言って、で後部座席に乗りましてですね、でブーンとこう車で出発したわけですよ。で向かいましたのがその奥河内黒麻呂の里というところで、でありましたね、高向こうの黒麻呂顕彰碑という石碑が立ってて、で、まあ、中国にかつてね西安ですね、西安というところですがに勉強に行ってた人ですから、西安にも石碑が同じ石碑があるらしいんですけど、聖徳太子の時代ですね、まあ、国費留学生として隋に渡って、
で唐の時代のまでいて、でその中国の勉強をしていて32年間留学してたらしいんですよ。長いよっていうね、どんだけ行ってんだっていうことなんですけどね。32年行って帰ってきてどれぐらい、じゃ あの日本の多分大きく制度を変えたりしたんだろうとは思うんですけども、どれぐらいこれ貢献したのかなと思うような人なんですけどね。でもすごいんですよ、その外交とか言ったら外国語もペラペラだったんでしょうね。中国語だけじゃなくて、おそらくその頃の朝鮮半島の言葉なんかも話せる人だったんでしょう。で今それぐらいすごい人ですよ。でありました、そのポスターね、ポスターじゃない、ポスト、その市長が肝入りで作ったポスト、ピカピカでね、綺麗にしてありますねって言ったら、これあの先週ぐらいできたんですよって言われて、あ、そんな最近なんですかって、あ、じゃあもう悲願だったんですねなんて、絶対合格みたいなことが書いてありましたよ。でその横にあるケーキ屋さんみたいなところに入ってったら、まあ、地元のですねお酒とか、ジャムとかなんかいろいろ産品ですね販売されている横にガラスのショーケースがあって、でその中にありましたイチゴのタルト、もう見るからに美味しそう、真っ赤で、でこの奥川地で採れたイチゴらしいんですけど、ね、もう一個っていう名前の品種らしいんです。これはもともとは宮崎県発祥のイチゴらしいんですけどね。で今はこう大阪全体としてイチゴの生産をしていこうっていう感じがあるんですって。ただこのもう一個の欠点といいますかポイントとして、日持ちがしないっていうポイントがあるんですって。ですから遠くに売るわけではなくて、言ったらもうこの生産がされてる地域じゃないと食べることができないね。これってでも逆にブランド価値じゃないですか、付加価値になるじゃないですか。で実際にこれ食べさせていただいたんですよ、すごくいい方で作ってらっしゃる方が。でいちごぜひ原料食べてくださいって言われていただいたら、ね、甘さがすごく強いというわけではないんです。だから甘さではなくて、どちらかというともういちご本来のうまみとか味わいとか香りっていうのがすごくしっかりとしていて、ベタベタ甘くないのでお菓子に使ったりするのにとても適していると。だからまさにこのタルト最高なんですって言って、で普通いちごっていうのはこう完熟する前に青い段階で取っちゃって、でそれをパッケージに入れて、で運ぶ途中で、まあ、追熟みたいな感じで赤くなっていくものも結構多いんですって。なんですけどこのもう一個という品種に関してはもう自然に実ってる段階から完熟させて、でそれを販売するというようなものらしいんですよ。非常に美味しかったですね。で、まあ、そこでタルトもいただきましたし、お昼ご飯もいただいて、またお野菜が美味しいんですよ。何食べても美味しかった。バイキング形式ですからもっといっぱい食べたいなと思ったんですけども、うっかりカレーを食べてしまいましたね。バイキングでカレーを食べるとダメですね、全然入らないんですけど、でまたこのカレーも一応そこで作ってるもんですから、これも美味しかったんですけど、でまあゆっくりコーヒーなんか飲んでるうちに、あ、行けない行けないと、取材だとね、どっか行かなくちゃいけないんだということで、車で移動しまして、爪楊枝のですね資料室っていうのが、まあ、有名なものがあるんですよ、河内長野市の中にね。爪楊枝の生産が昔盛んだった。で今もその爪楊枝業者みたいな人たちはいっぱいいて、中国産にだいぶ押されてしまっているんですけど、その中国で作った爪楊枝をこの河内長野の会社が物流に乗せて全国に流通させていると。一時期では 90% をこの河内長野で爪楊枝作っていたっていうところがありまして、その中でもずっと昔からもう自分のところで作ると、海外に頼むなんてことはしないんだとい こう思いでやってらっしゃる会社がありましてね、これは株式会社光栄社という会社なんですけれども、ここのですね現在は会長、かつての社長さんの稲葉さんという方が、もうねご年齢でいうと80歳に近いんじゃないですかね、76歳ですかっておっしゃってたんですけど、の方がですね、この爪楊枝に関する知識をみんなに広めたいということで、爪楊枝の資料室っていうのを作ってらっしゃいまして、でここに行きますとね、なぜ河内長野という場所が爪楊枝の生産が盛んになったのか、昭和の頃に関して言えばもう世界の半分、世界の爪楊枝の半分以上を河内長野で作っていたんですって。すごいですよね。でももともとその爪楊枝っていうのは江戸時代ぐらいですと浅草とか京都だと四条通り、楊枝屋って有名なとこあるじゃないですか、油取り紙、あれももともと爪楊枝作ってたらしいんですけどね、とかあと道頓堀とか、まあ言ったら人が集まるところで、女の人が多いみたいですけど売る方は、がですねこう実際に目の前で作りながらですね、言ったら実演販売じゃないですけども見せ物的に作りながら板の上に爪楊枝並べて販売していたのがもともとだったらしいんですけども、
これがですね、だん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 、だから大阪で作っていたようなものをですね、大阪の街中ね、道頓堀とか都会で作っていたんですけど、これがどん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 広まっていって、でちょっと自分たちのとこだけで作るのちょっと大変だなみたいなことにもなってきて、でまた爪楊枝の材料になる木がですね、河内長野に自生してたらしいんですよ。なのでこの河内長野のその村の人たちが考えて、いつも俺は材料を向こうに送って向こうで作らせてるけども、これは多分作り方を教えてもらって自分のところで作ったら村の産業になるんじゃないかと考えた人が明治時代にね、明治16年にいたんですって。で大阪から職人さん2人呼んで、ちょっと作り方を教えてくださいって言って、で農作業の暇な時にですね、こうやって作るんだよっていうのを教えてもらって、ああなるほどって言うんで、こう村の人たちがみんなでずっと一生懸命頑張って覚えていって、ほんでこう河内長野の特産品になっていって、でどん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 全国にも売れるようになったということらしいんですよ。ただこの会社ね、稲葉さんがやってらっしゃる会社は、ご自身のずっと前の代にですね、三重の方からやってきた、三重県でもこれ爪楊枝生産盛んだったらしいんですけども、それがこっちに移ってきたというようなですね、この爪楊枝の歴史をですね、ものすごく熱く語ってくれるんです。2時間は語ってくれます、はい、だからはっきり申し上げて、今日全部ここで伝えることは難しいと思います。なので言っていただきたいですね、ぜひ。ただすごいですよ、この稲葉さんという方も爪楊枝に対する愛がすごいんです。やっぱり中国産に押されてしまっているのは本当に自分としては悲しいことで、せっかく昔のね、人たちが自分たちの町のために一生懸命考えて作っていたものをですね、簡単に海外にその作り方を教えてしまうというか、移してしまって、お金儲けのためだけにね、で結果自分たちの村がその産業から手を離して、また品質もやっぱり落ちてしまった部分があるらしいんですよ。なのでやっぱり納得いっていなくて、だから自分は自分のところで作るっていう思いをずっと抱えてやってらっしゃる、もう爪楊枝愛のすごい方ですから。で世界中飛び回っていて、で世界中の爪楊枝集めてるんですよ、この人すごいですよ。しかもね、爪楊枝って本当いろいろあるんですね。木で作るのが普通じゃないですか、我々の感覚で言うと。そうじゃなくて、昔は象牙とか鳥の羽とか、銀とか、それこそ金とか、そういうこう貴重なですね、高い素材使って象牙とかを使って作っていたり、あと上流貴族になりますと、それを収納する箱とかね、そういうものを持ってたりするわけですよ。でそういうものをですね、海外で買い集めてきていて、これはトルコのものです、これは中国のとか、これは紀元前何年頃のものですとか言われて、へえなんてね、これ全部個人で管理してらっしゃるんですかって言ったら、こんなもんじゃないですよ。他にもいっぱいあるんですけど、今は時期によって入れ替えていて、今ここに置いてあるものはまあこれだけありますけど、これだけじゃないんです、もっとすごいのありますよみたいな、こうちょっと含みがあるんですね、まだまだありますよみたいな感じで言ってくださって、へーなんて言って、でまたさらにこう歯をね、いかにこう大事にするかっていうことが、どれだけ人間が健康に長生きするということに大事なことかというようなことも語ってくださいまして、だから歴史的な観点で、技術的な観点、それからまあ地域のそういう地方史としての観点、また医学的な観点、歯学的な観点、いろんな角度からですね、こんなに爪楊枝って奥が深いのっていう、こんな数センチの木の棒だと思ってたけど、っていう、こんな種類あんのみたいなね、いう気持ちになれるですね、場所です。これぜひ皆さんの多分知ってると思うんですよ、存在はね、この爪楊枝の存在ももちろん知ってるし、爪楊枝資料館って資料室っていうものもあるぐらいのことは、雑学好きの方だったら結構皆さん知ってると思うんですけど、これ行ってみないとね、知ってるだけじゃ、知ってるつもり関口宏、本当にだからもう実際に行ってみないとこれは分かりませんので、足を運んでいただきたいですね。もう本当に熱のこもったですね、解説を聞いていただきたい。なんなら車の運転をしていた東さんはですね、何遍も聞いてますんで、逃げるように出ていきましたですね、ただもう知ってるからね、全部知ってるからもう一回聞くほどではないというふうに思ったのかもしれませんけど、私はあれ何遍か通って聞いた方がいいなとすら思いましたね。ぜひともこれはいつも空いてるわけではないようです。事前に予約をしたら、多分会長さんは基本的に会社にはいらっしゃるんで、平日でも開けてはくださるとは思うんですけど、基本的には土曜日でしたね、土日のですね、10時から4時の間で、行く時には1本電話して、行きたいんですけど説明していただけますかって言ったら、もう本当に丁寧に説明してくださいますし、なんなら爪楊枝くれますんで、
絶対じゃないと思いますけどもね、歯ブラシとかも作ってらっしゃるんですけどね、そういうものをいろいろ教えてくれますんで行っていただきたいですね。爪楊枝は白樺でできてるとかね、知らなかったですからね、本当に勉強になりました。でもここまでで結構私の中では物理的にも心理的にもお腹いっぱいだったんですけど、もう一個面白いもありますんでということで、次はですね、すだれの博物館があるんですって言われて、これは行かないわけにはいかないと思いまして、車乗って移動したんですが、ここからの話はですね、また番組の後半でお伝えいたします。まあ無理かな、でもいっぱい取りだめてはいるんですけど、資料室にはならないかな。すごかったですよ本当に、稲葉さんの資料室もう言ってくださいね、あの今の爪楊枝は全部丸いものばっかりなんですけど、本当は三角のものが一番いいんですよっていうのをすごくこう力説していましたね。でもみんな爪楊枝って丸いもんだと思ってるから全然広まらないんです、でも三角の方が絶対いいんですってすごく言ってましたんでね、そうなんだと思いましたけどね。だからもう私はもうこれから三角の爪楊枝を探そうと思いましたけどもね。海外では三角の爪楊枝の方が主流みたいですよ、平たいものの方が流行ってるんだそうですよ、まあそれを見まして、であの資料室なんですけど、ね、さっき私土日って言いましたけど、毎週土曜日だそうです。土曜日の朝10時から夕方の4時までで、見学希望の方は要予約。本当にもう工場っていうのかな、作業場の本当に奥の方にあるので、あのパッと外観からはこれが資料館だってわからないですから、あの中入っていかないと資料室っていうのが気づけないような感じですんで、必ず予約をしてですね行っていただきたいなというふうに思います。そうするとあの白樺を煮て4時間煮て、それをかつらむきにして、これを裁断してこうやって磨いて作ってたんですみたいな話を聞けますので、すごくいい話ですのでぜひ行ってみていただきたいと思います。でその後ですね、向かいましたのがすだれの博物館っていうかね、すだれの資料館っていうんですかね、すだれに関して勉強できる場所なんですけども、これはですね、あの井上すだれという会社がありまして、そのすだれ屋さんがですね、まあ言ったらすだれの生産を行ってるわけですね。でそのまあ言ったら昔から作ってるわけですよ、まあ、京都とかね、例えばその歴史的な場所、まあ、金沢とかですかなんかですだれ作ってるって言われると、はあなるほどっていう気分になりますけれども、実はこの河内長野のあたりっていうのは昔はすだれ屋さんというのは結構あったんだそうなんですよ。なんですけど、まあ、だんだん減っていってしまって、今はこの会社が非常に大きくやっているということなんですけど、ここもですね、あのすだれの歴史を知ることができるんですよ、それはそれは古いすだれがぶら下がっていましてですね、しかも日本だけじゃなくて中国とか韓国とか、いろんな国のすだれがですね、もう所狭しと並んでいて、ですだれっていうとね、まあ、我々はどちらかというと足とかね、まあ、ヨシですかとかねのこのすだれを想像しますけれども、そうではなくて、あのお寺とか神社なんかにあるこのすだれ資料館はですね、そういうところのすだれを作っている会社、またあのお店とか、なんか居酒屋さんなんか行くとね、こうテーブルの横、個室じゃないんだけどちょっとこう仕切ってあるってのありますよね。で団体さん入ってくるとそれを上げて、全体でテーブル使うみたいな、あのすだれありますね。ああいうものを作っている会社なんですよ。でまあすだれの起源なんていうのはもう分かりませんけど、相当古いとね。でどこで生まれたかも分かんない、まあ、おそらく中国とかあっちの方じゃないかっていうことなんですけども、日本人、人間と人類とすだれの歴史というのは非常にこう長い歴史があるんだということがまあ分かりますし、で昔は手作業で竹を割ってですね、それを竹ひごにして、でそれをこう人間の手で組んでっていうのをやっていたんですが、この竹ひごを作る工程がだんだん工業化していって機械化していったんだというようなことが、実際に使われていた機械のですね展示資料で分かるわけですね。でその機械もですね、なんかいかにもこう私これしかできないですみたいなね、こう自分武器を作るみたいな感じの機械なんですよ。私は竹を8つに割ることしかできませんみたいな、こういう感じのもう武骨な機械がですね並んでまして、これがねなかなか見事なんですよね、重厚で。ですだれって皆さんこうパッと頭に浮かびますかね、神社なんかの、鏡が真ん中に置いてあって、その、ね、手前の方にぶら下がってたりとかしますよね。神様の位置と自分たちこう人間の位置をこう結界のように分けるあのすだれですけども、あれってこう竹をですね細く切って、で、まあ、割ってね、で磨くというかこう削って丸い竹ひごにしたやつを連ねていくんですけど、内側の竹ひごはあんまり使わないそうなんですよ。
っていうのは竹はだんだんだん外に向かうにつれて強く硬くなっていきますから、内側の竹っていう竹の内側の部分っていうのは柔らかくて折れちゃうんです簡単に。ですからもう外側の皮に近い表皮に近いところだけを、まあ、言ったら割って割って細くしていってですね、で言ったら節がありますね、あの節のところがどう重なるかっていうのを組むときにちょっとずつ調整しながらギザギザ模様を作ったりとか、なんかこう鳥が飛んでるような様子を模してみたりとかして、こうおしゃれに格調高く作り上げていくと。で外側の枠の部分は西陣織にしたりとかね、こう紐のぶら下がってるような紐ありますね、ふさふさね、ああいうのはもう今日組紐の伝統技術が使われていたりするというようなことなんですが、昔はこの河内長野で代々作られていた伝統産業みたいなもので、まあ、金剛寺というお寺があるんですけど、そのすぐ近くでずっと作っていて、おそらくここのお寺のすだれも作ってらっしゃるんじゃないかなと私は思うんですけどね、でまあ言ったらこう古いですねこうすだれを見てですね、でもう一つ建物があって、これもすだれ館なんですけど、このすだれ館行きますとですね、あの現代のすだれ、言ったらショールームですね、この井上すだれが作っているさまざまなですね、カーテンのようなすだれを展示してあるんですよ。でねもう見てるとね、あいいなって思うんです。すごくモダンでおしゃれでね、こんなすだれをぶら下げられる家に住みたいなっていう気分になる、すだれがもう数々ぶら下がってましてね、一口にすだれといっても木を薄く切って作った、昔は竹しか使ってなかったんでしょうけども、この薄く切って作ったこの経木すだれとかですね、ちょっとこう糸目をきれいに作った小紋っていう種類があったりとか、あとシンプルで繊細な木漏れとかですね、揺らめくような立体感を演出する揺らぎとかですね、さまざまなスタンダードな選択風画みたいですね、さまざまなねこのすだれの商品がですね楽しめるんですよ。源氏シリーズみたいなね、あるんですよね。昔ながらのこう神社なんかに納めるミスですね、なんかある。大阪金剛すだれの歴史を組むですね、まあ、伝統産業ですよね、日本 の, この伝統産業として非常にこの意義深いですね、このすだれをねに触れることができるんですよ。色もいろいろありましたよ。ベンガラとかね、青っぽいのもありましたし、柿渋で染めたものとか、焼き杉っていうんですかね、ちょっとこう黒っぽい杉の木みたいなね感じのすだれとか、もういろいろ。もし皆さんのご家庭にですねこのすだれの導入を検討している方いらっしゃいましたら、ぜひこのですね井上すだれのですねこの資料館に行ってみていただきましたら、あいかにすだれというものが日本人我々とすごく深い関係にあるもので、また種類もこれだけたくさんあってですね選べるんだ、こんなモダンなものもあれば、なんならこう歴史的に意義深いものもあるんだみたいなね、ことを感じることができますんで、ちょっとこれも見ていただきたいですね、もし河内長野市に行くことがあったら。で帰り際ですね、説明をしてくださった方がですね、いいですよとかって言って、カタログよかったら持って帰ってくださいって言って、私今手元にあります、もう大きい、もうこんなすごい なんか住民台帳みたいな感じ立派なですねカタログで、イニシエね、このいろんな書ける時のマニュアルとかね、ぶら下げる時の値段の大きさによっての値段の差とか材質とか、実物は切って貼ったんですよこれ。もうそれ楽しいですよ、これ触るだけでも結構ちょっとね、いろんなこうすだれが貼ってあるんです紙に、わかるかな。まあそういうもんですよね、こういう建材のカタログなんていうの、うち実家が建材屋なんで、なんかこういうの見るとすごい懐かしく感じるんですけども、ちょっと家帰ってゆっくり見たいなっていう気分になる。よしを編んだものとかね、ガマの方とか、いろいろなんだっけな、セイタカ泡立ち層を使ったものもあるそうですよ。それはそれでまたなんかね、いい感じでね、萩の木みたいな雰囲気が出るそうで、大萩っていうらしいんですけど、萩の代わりってことね、大王萩、大萩っていうらしいんですけどね、なんかそういうこうすだれ業界の常識みたいなのも教えてくださって、とても楽しかったですね。でその後ですね、まだ行ったんですよ、その言ったらすだれの資料館があって、そのすぐ横にですね、その金剛寺というお寺があるんですけど、ここがまたね素晴らしい、まあ、南北朝時代にですね、南朝の天皇と北朝の上皇だったかなが、一緒に住んでいた時期があるという、まあ
人質みたいな感じで、まあ、幽閉していたに近いんですけども、同じ場所で、南北の両方の、トップの人たちが住んでいたことがある。だから都って定義はいろいろだけれども、天皇がいるところが都だとするならば、かつてこの金剛寺というところが都の中枢であり、天皇が執政をする時の中心地となったというですね、まあ、これはもう非常に歴史のあるお寺がありまして、でここのですね建物の中には、まあ、もちろん本堂も素晴らしいんですよ。もうこの間改修工事が終わったばっかりで、ものすごくね派手な色がついてましたよ。二塗りのねこの柱でしたけどね、立派でね、なんですけど、その奥に庭園がありましてね、これが桃山時代の末ぐらいにできたらしいですけど、非常にこの庭がですね素晴らしい。で何が言ってね、あの観光客が平日全然いないっていう、これはあのマイナスかもしれないけど、行くとですねもうタイムスリップしたような、それこそ今日のテーマですけども、こんな立派なお庭があるんだっていう、枯山水のね非常に見事なですねあのお庭でしたよ。石がいっぱいこう並んでいる、で川が流れているようにこう組まれていましてですね、でさらにその奥に行きますと、かつて上皇が座っていたというこの玉座みたいなところがいるわけですよね。北朝がだからこう襖には、菊の門が入っていたりするんですよ。この立派なね、場所で、これ素晴らしかったですね。で宝物館もあって、そこには、歴史もあるし、その仏像も展示してあるし、たまたま出ようとしたらそこにイノシシがいたりとかしたんですけども、びっくりしたんですけども東さんがわイノシシやうわーってものすごくびっくりしましたけども、でその後本堂もちゃんと見せていただいたら、まあ、立派なね二塗りの最近改修工事があったところで、で中入ったらね、本当すごいんですよ。国宝なんですけど、金堂三尊像というね、立派な仏さん、これめちゃくちゃ大きくて、もうねちょっとこの つい最近までは京都の博物館と奈良の博物館に、まあ、3体ねあの仏さんがいるわけですけれども、まあ、あの一時出張してたんですって。で10年間出張してたらしいんですけど、最近帰ってきたらしくて、で今度春ですね、4月の14日から18日特別公開が行われまして、私たちが行った時はあの仕留みが下がっていて、仕留み戸のこの格子の中から、格子の外側からしかこう覗き込めなかったんですけど、それでもねあのありがたいなっていう気分になる。あ、本当に極楽と言いますか、向こうの世界ですかね、死後の世界、仏様の世界っていうのはこういう雰囲気なのかなっていう気分になれる。大きさも立派だし、なんていうんですかね、静謐な雰囲気の中に力強さがありましてね、とてもこうありがたいという気持ちが自然と湧き上がってくる、いい場所でしたね。あと人が本当にいなかった、これがやっぱりね独り占めっていう、京都よりも京都っぽいって言われるって言ってましたね。であのボランティアガイドの方があのいらっしゃいまして、河内長野はほら高齢化が進んでるって言ってましたから、そのボランティアガイドの方々が説明してくださるんですよ、素晴らしかったですよ、今日は研修で皆さんの勉強会を開いていて、このお寺がどういう歴史かとかね、どういう説明をしましょうかねみたいな話をみんなでしていましたけどね、で私たちもそれを説明していただいて、とても楽しく時間を過ごすことができたなと思っていたら、もうあっという間で、あもう放送の時間があるからと思って急いでですね駅の方に戻りまして、で、まあ、ありがとうございましたと東さんに頭を下げですね、であの電車でまた帰ってきたというような一日だったんですけどね。河内長野市、本当に難波から30分で行けてしまいますので、大阪からは本当にアクセスのいい、大阪市から言うとねとても行きやすい場所なんですけど、まあそうですね、移動は、まあ路線バスもありますが、本数はそんなにたくさんあるわけではないっていうふうにおっしゃってたんで、まあ1時間に1本ぐらいでしょうかね、ちゃんと時間を調べて行った方がいいですね、あるいはもうお車で行くというのがいいかもしれません。河内長野、なんならこの番組のプロデューサーは河内長野市出身なんですけど、すごい歴史のあるとこなんですねって言ったら、あそうなのみたいなこと言ってたらしいので、あの意外と地元の方は知らないのかもしれませんね。堺市のなにわファイターズさんは仕事やプライベートでよくこの、
行った、そうですね、この河内長野に行っているということで、プライベートではラジオのイベントとかバーベキューパーティーなどで行って、仕事では自然の中で電波関係の仕事で関わっていたので、河内長野とは切っても切れない感じですと書いてますが、何があったんでしょうね。河内長野の爪楊枝は本当にいいですよというふうに書いていらっしゃいます。木曜日のステッカー希望ということですので、木曜日のステッカーをお送りいたしましょう。皆さんもぜひ河内長野行ってみてください。